死んじまったからな。他に何か隠してることはねえだろうな。お前何も分かってねえな。忍びってのは一緒に組む仲間と家族同然なんだ。器がフェーズ3に到達したのだろう。方法はこれから検討する。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在。仲間とか命令とかってクソめんどくせえんだよ。そう簡単に死にはしねえ作りになってんだ。だがそれを都合よく利用した者がいる。確かに奴は本気で器を奪おうとしていた。知ってるよ。簡単に言ってくれるな。お前に器移送計画の指揮を任せる。